花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。今日もね、大忙しの、何が大忙しか分かんないですけどもね、音楽魂、始めていきましょう。ということでですね、おなじみ松下としみさん、こんにちは。こんにちは。あれ、マイクがないマイク自分で用意しましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでね、これはね、今日はまあこのスタジオはマイク4本でね、やってますけどもですね、もうなんか今日はあいにくの雨ということでですね、はい、涼しくなりましたね。いかがでしょうか。いかがでしょうかって。だいぶ焦ってます。いきなり、ちょっとね、焦ってね、時間ないの、第2週っていうのは、もうね、番組が入っちゃってるんで、1分前。ちょっと1分とか2分前にどうぞみたいな感じになっちゃうんですよね。慌ただしいということでですね、今日はね、久しぶりに、つかさく、はい、いつもつかさ桜田のね、ギターの、桜田武さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いかがでしょうか、具合は。そうですね。まあ一応、骨折から7ヶ月ですかね、もうすぐ。もうあれから7ヶ月経ちましたね。7ヶ月ですね。で、一応骨はもうついてるんですけど、なんだけど、まだ動きが、なるほど、ね。完全ではないんで、まあ、まだリハビリ通う。肩でしたっけ。肩ですね。左 の、 この腕、ね、腕ですね。ねえ、この間、湘南台でね、一緒になった時が、ちょっと結構一番大変だった。そうそうそう、あれが骨折から3ヶ月で、一応骨はついてたんですけど、まあ、動きがあんまり良くない時で。なるほどね。かなりハードでしたね。5月、6月も結構ハード。7月ぐらいから、まあ、割と、動くようになってきて、はいはいはい、あれから塚さんと桜田でもライブとかはいろいろやってるんですよね。やってますね。やってます、やってます。そうか、ライブにはそんなに支障はない。支障はね、厳密に言うと弾けない曲、できない曲がまだあるんで、だその曲はちょっとレパートリーから今外してるんですけど、それ以外は例えばどういうの、I'm Here とかね。あ、割と激しい。アイミアってこのローコードで、それがあれなんだね。これがもうきつい、ね、持たないっていうか、もう腕がなんつうの、開かないっていうのかな。おうおうおう。で、あの長さの間ずっとこれ刻んでなきゃいけないんで、うんうん、これはちょっと無理だなって、しばらくは無理かなっていう感じで、うん、なるほどね。今これギター入ってますか。ちょっとあれ、スイッチ入ってな、なくない。いや、入ってる入ってる。あ、本当。はい、OK ですかね。マイクチェックも何にもせずにね、始まりますよみたいな感じで今日は、ね、駆け込みだったもんね、今ね。今駆け込んだよね。駆け込んだ。これはちょっとスリリングでした ね、なかなか。ね、生放送はね、やっぱりこういうのが付き物で、もう、早10年目にね、差し掛かりましたよね。こういうね、感じでやらせていただいてるんですけどもですね。今日は10年。そうですよね、はい、今日は、9月の14日ということでですね、金尾芳郎の音楽魂、お楽しみいただきたいと思います。今日はね、金玉ということで、お楽しみいただきたいと思いますが、どうしましょうか。なんかリクエストかなんか来てますでしょうか。これちょっとじゃあファックスご紹介しますか。これはなんか、9月30日に久慈駅前、あ、南武線久慈駅の前でね。35回ふるさと祭り。35回もなっ、宿河原林保存会、金尾芳郎のショータイム。おお。あ、これはね、宿河原の、ね、宿河原じゃなくてね、久慈駅のね。久慈駅前。駅前ですね。駅前のね、ふるさと祭りっていうのにね、今年も、はい、お邪魔しますけどもですね。はい。駅前のあれ何？駐車場だったよね。信用金庫のね。そうそう、駐車場みたいな。銀行の。今まで歌はそんなにやるとかっていうことはなかったみたいな。その地元の、要するに、和太鼓の方たちとか、おそらくね、去年ブラスバンドとかね、そういう、サックスカルテと、今年もサックスカルテ、で演奏というのありますね。言いましょうか、一応ファックスいただいた。あと、ビンゴ大会とかね、ありますね。11時半から。
11時半から、はい、これはあの保存会の皆さん、はい、お囃子の保存会のね、加納さんは13時になってます。加納吉郎ショータイムよな。ショータイムが出ましたね。ショータイムね、いい響きだ な、ショータイム、ね、13時から、ね、でいろいろね、あの出店とかもあるんですよね。あの焼き鳥とかね、いろいろああいうのを食べながら、はい、ビール飲みながらビンゴ大会もありますね、15時からビンゴ大会ということでね、今年もねお世話になります。よろしくお願いいたします。久慈駅前、通り、省営会ですね、これはね、はい、それは商店街の名前ですかね、35回ふるさと祭りということでね、はい、いきます、9月30日ですね、これはね、はい、私はですね13時からですね、11時半からそのお祭りが始まってですね、13時から、金尾城、松下としみショータイム。私もそうですよ。あなた何言ってんすか、行くんですよ、あなた。私もっていいね。本当ですか、よろしくお願いいたします。それでですね、はいはい、あとはですね、もう一方、地蔵坂、これ、91、10.5 っていうの。90じゃないよ。あ、ごめんなさい。61、ね、コンマ5。61.5 って言った方がいいと思います。そうそう。61.5 っていうね、お二方、山田さん、キキさん、こんにちはということでね。9月30日は、久慈駅前通りの栄省営会。加納さん。はい。久慈駅前通り。あ、久慈駅前通りか。あ、失礼しました。それちょっと間違えてね、2回ぐらい言うと大体覚えるじゃん。久慈駅前通り ね、36回ふるさと祭り楽しみにしておりますということでね、昨年は13時から金尾四郎のショータイムとして行われました、笑い、今年はみんなで盛り上がりたいと思います。リクエストは北飛行であります。よろしくお願いいたします。チャーリー佐藤さんから今日投げ銭2万円、はい。これ初めて見た。いやいや、もう何回か、3回目か4回目ぐらいですかね。そうですよね、投げ銭いただいたのは。いやもう本当にね、まだ来てないですけど、なかなか手元には、手元には永久に来ないんじゃないかと。永久に来ることはない投げ銭ということでですね、どうしましょうか。そのマイクをね、ギターのマイク俺ちょっと借りて、これいいか、俺マイクいらないか。これいきますか。うん、あの、うん、いや違う、あのとこっち、うん、でギターはこれで取れるよね。何をするね、じゃあリクエストの答えしましてですね、チャーリー佐藤さんのリクエストの答えしましてですね、北飛行行きますか。はい、北飛行珍しいんじゃないですか。そうでもないか。珍しいですね、うん、やるの初めてかもしれない。ラジオでね、ラジオでやるのね。そうか、どうちょっと音上げてもいいんじゃないですか。うん、うん、大丈夫、いってみますかね。あ、結構。じゃあチャーリー佐藤さんのリクエストでですね、はい、言いながらこうカップを探したりなんかしますけどもどうでしょう、北彦行きますか。北彦、I'm not afraid to die.
はい、ということでチャーリー佐藤さんからのリクエストで、お答えしました、リクエストにお答えしました北飛行というね、はい、北に飛行機に乗ってその行くっていうね設定の歌なんですけどもね、実は電車で来ましたけど北へとね、まあ九州から言うとねやっぱその北になるわけなんでしょうけどもですね、やっぱりいろんな思い出がね、九州から旅立つ時にはありましてですね、いろんな人との別れもありましたし、いろいろなことでね、まあ、かけてくるわけですけどもね、それからもう何十年何十年も経ちましたね。確かにね。そう、桜田さんお生まれはどちらですか。生まれはね実は東京の中目黒なんですよね、中目黒。中目黒、いやいや、たまたま父親の会社の社宅がそこだったんで。あ、そうなんだ。そう、中目黒にね何歳までいたっけな、4歳、中目黒に4歳ぐらいまでかな。で八雲に1年ぐらい行って、5歳の時に横浜の港北区の日吉ってとこに。あ、そうなんだ、うん、でじゃあ それから結構ずっと長いの。そう、5歳からだから21までは港北区の日吉に住んでて、うん、でその21にもう一人暮らし始めて、ずっとそれから緑区ですね、うん、横浜市緑区。横浜市緑区、緑区も何年いるんだろう、34年、34年いるのかな緑区に。そうするともうあれですね、もう割と浜っ子っていうかになる、なるんだ、ね、浜っ子ってね微妙なんだよね、なんだっけ親子三代横浜、まあ江戸っ子みたいな感じですか、みたいな感じ、うん、じゃ同じじゃないかな多分。うん、だから浜っ子っていう言うには東京で生まれちゃってるんで、だからって江戸っ子にもなれないじゃないすごく、ね、微妙な、そうなんだ、なんだよね。古くから住んでる人ってやっぱそういう意識があるのかな、浜っ子とか江戸っ子とか。あのね、でもね、うん、横浜もね、うん、例えば港北区の日吉なんかはもともとあんまり横浜として認識されてなくて、あ、そうなんだ、あそこ川崎でしょとかって言われちゃうぐらいで、ああ微妙なとこだよね。そう、実際に境目なんだ、もう元住吉との川越えると元住吉はもう川崎なんだけど、うん、日吉は港北の一番端で、でちょうど僕が子供の頃で電話番号もね045じゃなかったんですよ。あ、そっか、そこで分かれちゃうんだ。日吉局っていうのがあって、045じゃなかったの、044だったの。へえ、あ、はいはい、番号が、うん、横浜なのに044で、その後が663とか2桁だったんですよ、うん、で普通は横浜の人は045の後3桁が来て4桁なんだけど、日吉局っていうのは044が来て、2桁があっての残り4桁っていうね。あ、そう、電話局が日吉局っていう独立した局があったんですよね、で今はなんか一緒になった045にちゃんと昇格したみたいですけど。昇格なんだ、昇格なんだね。僕そこら辺は知らないからね、横浜も20年ぐらい住んでましたけど、やっぱりいわゆるその頃から比べると最近になりますよね僕なんかは、でもちょうどその中区にいたんで割とど真ん中なんだけど、その米軍住宅とかね、の近くだったんだけども、その、あの辺ってちょっとこう割と緑も多いし、下に降りればね、いいとこだよね、中区はやっぱね、横浜って言ったら中区みたいなところあるからね。あ、そうなんだ、後輩がやっぱ中区のやつがいて、今長野に引っ越しちゃったけど、孝太郎っていうハーモニカ吹きがいて、まあ、司さんの、まあ、弟子で今ローラーコースターとか やってますけど、ほうほう、そいつ孝太郎が中区だったんですよ。あ、なるほど、ね、で中区以外は横浜じゃないぐらいな調子だったからねそうなんかそんなあるんだよなんかね、あるんだよね、中区って独特なところがね、地方出身者としては全部一緒に見えるけど、僕はほら九州から来てるから、みんな一緒ですよね、ただその行く住みやすいのよ、要するにスペースもあるでしょ、で川もあるし海もあったりするし、それでやっぱり九州にいたから、そういうものにこうなんていうかな、ホッとするというかね、そういうね横浜の感じ、いまだにやっぱ好きですよね横浜行くとね。
ちょっと今ね、先ほどのファックスは、間違いっていうか、間違い、チャーリーさん、すみません、先ほどお送りしたファックスは去年の写真です、だって。写真はどうでもいいけどね、今年のタイムスケジュールはまだ決まっていませんだって。あ、これは違うってこと。あ、だから、だって、カナオさん2時になってたんじゃないかな。そう、僕ね、新聞をちょっとすでに見たんですよ。ね、新聞の中にまあ広告みたいなの入れてくれるんですけど。これは去年です。ね、今年はね、僕は2時から、確か2時からですね、変わったのかなと思って、はい、読んじゃいましたけど。それで追加もらいました。5000円。投げ銭追加。こう 生放送だとね、すぐまたね、ファックスこう送っていただいたりとかするのがね、またいいですけども。ね、今年はおそらくね、僕あの、新聞まだあの広告は出てないんですけども、新聞のね、じゃあ36回ってことかな、ここ、ね、広告する前のやつを見せていただいた、その時は2時になってました ね2時ですよね、うん、まあでもあの1時とか12時ぐらいからやりますので、ね、まあのんびりビールでも飲みながらですね、あのお楽しみいただきたいと思いますけどもですね、チャーリー佐藤さん本当にありがとうございました。これ2万円が5000円になったのっていうか追加じゃないの、違う追加と思いますけど、減らした のそれはないでしょ、ね、さあそしたら、ま、松下さん行きましょうか、あの久しぶりにあの小道行きますか、小道をちょっと歩いてみますか、小道もね散歩、うん、小道散歩みたいなね、あ今ねファックスがメールが来ましたね、なんか来ましたかファックス、メールです。あ、メール？今来た？今ね。うん。じゃあ歌います？うん、歌いましょうか。じゃあ今日は桜田さんのギターで弾いていただいて。俺来る時ギターなんか落としたのよ。今日？うん。ちょっとまずいかも。大丈夫ですか？まあ、何でもいいけど。ちょっとやってみます。何でもいいです。はい、すいません。ありがとうございます。
がとうございます。はい、松下利美が歌いました星影の小道というね、これも古い歌ですけども、どうですか松下さん、こういう歌ってこういうのは割と歌いやすいですか？歌いやすくて選んでるわけではありません。決して歌いやすい歌はありません。本当？歌ってね、歌はね、そんな加納さん歌いやすい歌あります？ ありますよありますよ。だから毎日声って違うじゃないですか、うん、だから調子良かったりとか悪かったりとかするんだけど、うん、その時に歌いやすい曲ってあるよね。もう声がガラガラになった時に、まあね、そういう悪条件の、ね、歌いやすいっていうか、だからどういうことでもやっぱりこう歌っていかなきゃいけない、ね、あの番組なので、いや今日はちょっと私歌えませんわっていう風に、ね、そういうわけにいかないもんね。いかないのよ。でも私はそう。いやでもさ、私はそう、楽しいばっかりじゃないもの、そう音楽って。いや、まあ、もちろんこう楽しむんだけども、ほら、まあ、ライブももちろん楽しいし、歌うことっていうのは好きなんですけども、やっぱつらい時とかもね、やっぱあって、なんか歌いづらい気持ちの時ってあるじゃない。そういう時もあるよね、たまに。まあ体調とかね、万全、毎日が万全なわけではないので、うん、ね、あと精神的な部分でね、そうそう、それもありますよね。なんかこう、ちょっと歌えないというわけじゃないんだけど、うん、そういう時期ってやっぱあったよね。もう何年も前だけど、うん、だすごい歌っててね、ちょっと辛いというか、でも、毎週やっぱ歌う番組なので、そんなこと言ってらんないもんね。まあ、ね、すいません今日は辛いんでみたいな。歌えませんとは言えないよね。それでもあってもいいんじゃない？え、まあね、そう、そういうのもいいかも ね。うん。そう、でもこのみんな無口だから、私たちね。無口なんで。そう。ちょっと。え、みんなで。そう。無口っていうかどうなんだろうね。まあ高橋誠さんとね、もうしばらくずっと3人でこうやらせていただいてて。はいはいはい。で結構三者三様というかね、個性個性か。だからね、もう盛り上げるの大変よ。いや、でもね、そう、うん、そういう番組もいいし、いわゆるみんな、はい、どうもーみたいな感じで、いつも明るくみたいな番組多いじゃないですか。いわゆる。いやいや、それはいいことよね。うん、それ、まあ、いいんだけども、そうじゃなくても別にね。まあね。音楽魂はこういうもの。暗いのもあって面白いかもしれない。そう。ボソボソって誰も笑わないの。ほとんど喋らないです。たまにポツンって喋る。まあ、一応3秒ルールっていうのはありますんで。喋らないといけないけど、そうそう。一回も笑わなかった番組なんて、あ、でもシリアスな番組そうですよね。うん、まあ、ね、内容によってはね。ね、それはそうよね。うん、こともあるよね。ちょっと品色買うもんね。うん、そうそう、なんかお便り来ましたけど、どうしましょうね。ご紹介しましょうか。はい、はい、博多のミキさんです。おお、ミキさんね、ありがとう、いつもね。はい、どうも。こんにちは。北条屋が始まりました。箱崎で話す生きる会、北条、箱崎、北条屋、うん、箱崎北条屋っていうのがが始まりました。北条屋っていうのが、うん、お祭り、話す生きるの会ですね、うん、はい、うん、これはお祭りではなくて、うん、いや、お祭りですね。お祭り、うん、哲也さんも九州ツアーの前乗りで楽しまれたようですが、うん、ぐずついた天気で今晩と明日行われる中洲ジャズが心配な博多です。あ、そういうシーズンなんですね。中洲ジャズっていうのは、はい、ジャズ祭っていうのがあるんです ね。確か哲也さんっていうのはテクス中村さんのことですか？そうですね、テクス中村さん来日今してますね。あ、そうですね。この番組にもね、10月5日、確か10月5日だったと思います、ゲストに入っております。はい、先週、はい、うん、先週のゆきりーさんも素敵でしたね。うん、あ、ゆきりーさん、はい、はい、透明感のある声できちんと音符をなぞる歌い方は心が洗われるようで、うん、とても気持ちの良い時間でした。またいらしてもらいたいですね。ほうほう、さて、ね、今日は金玉ですね、うん、それに桜田さんも完全復活ということで嬉しい限りです。ありがとうございます。いや、でもね、結構ね、完全、うん、今、まあ、リハビリもね、でもそれだけ弾ければ十分と思いますけどって、そういうわけいかない。いや、そういうわけいかないんだよ ね、やっぱ ね、まあ、あと3ヶ月ぐらいは一応リハビリは、まあ、気長に、ね、どんなことやってんのリハビリ？リハビリはね、なんていうのかな、
こう本当にだから腕をこうグーッと上げたとか、あ、自分でこう、うん、で今ね行ってる病院がちょっと変わっててね、なんていうのかな、うん、その関節がこう動かないっていうのが、うん、その腸骨とかお尻の方の骨とか、うん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 、あと背骨のところを、ね、こう本当に背骨をチュンチュンってこう柔らかくマッサージして、あと腸骨とかお尻の動きとか、それだをやることによって、うん、関節が動くようになるっていうのを、それはね俺分かる分かる、骨全部つながってる、そう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 、それをだから発見したね、なんだっけな、広田博士だっけな、広田さん博士の、うん、博多の、うん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 、あれに、そう、そういう先生がいて、その先生の、うん、あのメソッドにのっとってリハビリやる病院だったのね、うん、だから昔リハビリやるとこうギューッとかやったって言うじゃないですか、うん、今ねそういうことしない、うん、まあ、その病院はね、うん、そういうことやらないで、その無理にギューッてやっても結局炎症起きちゃうんで、うん、あんまり よろしくないと、だからもう痛くないとこギリギリのとこまで持ってって、だからあとは本当にこう背骨を背骨のとこをこうやってほぐすって感じ、もう本当にね柔らかく、だからビューッとかこう押すわけでもなくて、本当に柔らかく揉むっていう感じ、そうするとあのそう可動範囲がね広がる、うん、本当、うん、それはすごいね、そうやっぱそう発見する人がいる、繋がってんだよねやっぱり、ね、だから腰とかもあの要するに俺も腰の骨をね、うん、あの粉砕骨折してて、ずいぶん昔の話なんだけど、でデビューした頃、ちょうどデビューした頃さ、ちょっとあったのよ、あの、うん、骨を無茶したのなんかそれで粉砕骨折したまま晒し巻いてさ、うわ、あのツアー行ったことあったけど、そのやっぱ腰がそういうことで悪いんで、ちょっと痛くなったりするじゃん、うん、だからそれやっぱりちょっと自分であのリハビリとかも始めてるんだけど、あの腰を直にじゃなくて、例えば太ももとかそういうところの筋肉を伸ばすと腰の筋肉が緩むっていうね、やっぱね、つながってるんだよね、繋がってるよね、うん、そういうのもあるよね、だからそれすごいね、そうだから最初のうちはなんか 肩なのに、うん、なんですあの腰なのとかね、関係あんのかなと思ってたんだけど、やっぱりそこをこうマッサージしてるとだんだんこっちが緩んでくるっていうのかな、あの動きやすくなるっていうのかね、それ実感やっぱり、うん、そうそうそう、本当にだ最初はでもここまで上がんなかったからね、最初この辺なんつうの、下から30度もう動かないぐらいの感じでもね、まあラジオでここまでって言っても分かりにくいかもしれない、分かりにくい、そうそう今、ね、動画ちょっと撮ってるんで ね、今90度はまあいくでしょう、ね、100度ぐらい、肩よりもちょっと低いから、結局その肩の方のあれだよね、こう骨折したのはね、正確に言うと上腕の丸いジョイントの部分あるんじゃないですか、あのジョイントのボールが砕けたんですね、粉砕ですよね、それこそ砕けて5分割ぐらいになってるみたいで、そうなんだ、割れちゃって、なんだけど、ね、うん、やっぱ人間の力ってすごいなと思ったんだけど、最初こう5分割になってバラバラになってるんだけど、うん、こう骨の周りに膜があるんですけど、うん、その膜がこう押してくれて元の位置に締めるって、うん押し上げる感じ、そう戻るんだよね、本当それで結局手術をせずに固定だけで治したんですけど、あそうなんだ、うん、ただやっぱ完全に元の位置には戻らないんで、あの破片の一部はなんかもう全然違う方向いちゃったりとかしてるんで、だからそれが丸くなってないから開かない、腕が開かないっていう、だからそういうことなんだ、ただ今その丸くなってない部分もなんか骨が少しずつできてきてて、うん、だからどこまでできるかなんだけど、すごいね、やっぱすごい人間の力ってすごいなっていうね、うん、普通だとなんかやっぱ手術するケースらしいんだけど、やっぱドクターによってはこんなのやんなくても大丈夫だよ、もう固定してりゃ治るよっていう、逆に手術してこう金属入れる方が感染症のリスクが高いから、だからそれぐらいだったらもう手術なんかしない方がいいっていう先生もやっぱいて、うん、うん、やっぱいろんな見解があるよね、そうそうそう、先生によってね、でやっぱ金属入れた方が早いとか綺麗に戻るっていうのもあるんだけど、ただ感染症のリスクってのは絶対あるんで、
どうしようかなと思って金属入れて感染症になってね、また金属抜いてとか繰り返してたら、ね、復帰できないじゃない、なかなか、うん、だからいやこれ固定で直した方がいいなと思って固定で直したんだけど、うん、そしたら予定通りまあ3ヶ月で骨はちゃんとついて、ね、でもね いい方向にはいってるからな、なんかいいんじゃないですかね。まあでもさすがにあの折った瞬間、うん、折った瞬間とか折って病院に行って MRI でもすごい細かい正確な、うん、あの写真が出てくるんじゃない、うんうん、もう見た瞬間ね、あ終わったなって思いましたよね、うん、あなるほどね、もうギタリストは終わったかもしれないっていう、うん、ちょっと一瞬で思ったね、うん、あの写真を見たら。だから私たちもあの写真ほら出してたでしょ、うん、あれからでもだから随分良かったね、弾けるようになってっていう感じで、そうね、時間はかかるかもしれないけども、うん、まあそうだよね、気長にリハビリをこう、ね、していただいて、うんね、よかった今日ゲスト、素晴らしいサポートしてくれて、うん、そうそう気持ちよかった。そういうねちょっとそういう人にね、うん、サポートしていただく私は幸せに皆さんのおかげで、そうそうで、続き読みますかね、うんはい、桜田さんも復活したとより嬉しい限りです。桜田さんは、はい、誠さんのように会話を、バッサリ切り捨てることもないようですしとはいえ楽しいダラダラトークを期待してます、うんうんうん、リクエスト、カナオさんロングディスタンス春吉コールガール、としみさん朝日を骨まで愛して、うん、だけど何でも OK でございます。そろそろ復活しようとしているライブ鑑賞ですが、うん、いきなり中洲ジャズ以外に、うん、客人が3組も来てるんで嬉しい忙しさです。でもやっぱり生のライブは最高ですね。11月のカナオさんの起伏、うん、福岡へ帰る起伏も楽しみです、うん、桜田さんのギターにバンドキスのフレーズを探しそうで怖いです何の弾いちゃおうかな、うん、弾いて弾いて、何のフレーズ、どっかの曲で内緒で弾いちゃおう、キスねかあ今ねちょっとお便りもう一つ、はいはい、かなおさんとしみさん、いよいよ投げ銭ライブですね、明日、あじゃない15日特大の賽銭箱でいっぱいにしてください。また赤坂でお会いしましょ う、 ほ う、 ほう、青春マスターズ伊藤池雄さん、はいはいはい、あの伊藤池雄さんってこの番、ね、放送局で、ラジオもやられてる方なんですか、じゃないおそらく、うん、あのねありがとうございます月1か月、各週か何かをやる、でねあのそうそうあのこの間ね初めてお会いして、うん、あのカンティーナでお会いしたんですね、赤坂のね、ありがとうございます。投げ銭っていうのは15日のスモーキーのことかな、土曜日、そうです ね、今月の今月、明日じゃない、明日明日明 日、 明日だよ、忘れてたよ、ありがとうございます、忘れてませんよ、あそこ明日あの僕のたけし君と野毛のスモーキーでねやりますね、15日明日ですね、で投げ銭ライブですね、そう16日は司桜田、はい、で月曜日ジョンジョンですね、そうですジョンジョンですね、司さん桜田の予定も ね、あのご紹介しましょう、続けてきてください、皆さん15日はスモーキー、日曜日はジョンジョン、ジョンジョンによろしくお願いします、近場なのでね、でやりますか、リクエスト、リクエストどうしましょうか、朝色行きますか、違うロングディスタンス、ロングディスタンス知らないじゃん、わかんないな、コールヨシコールガル、春吉コールガルはやったことあるね、やったことあるけど春吉はあります、ね、譜面がないな、譜面がない、なんだっけ、どんなんだっけ、あのブルースっぽくできると思う、いやいや、キーはいや、それよりもあれ行こうよ、アサイル行こうよ、どう、いやいやそんな、なんかいい、私が着いたのはニューオーリンズの朝日ロードという名のジョロ屋だった汽車に
はい、博多のミキさんのリクエストのお答えしました。ちょっと短かったみたい。歌詞が短かったんじゃない、なんか短いバージョンでお送りしました。嘘、なんかもっと歌あったよね、確か。あった、確かあった。なんで省くのよ。なんであっち、いやいやいや、そっち行っちゃった、なんでだろう。そっちですね、まあそういうことありますよね。短かったよね。だって気なりに言うんだもんね。ね、うん、そうね、譜面も探す時間もないし、譜面ないし、ないし、そもそも、まあ、そもそもないんだ、そもそもないんだっけ。ないそう。ないでも桜田さんと前、私たちフライデーかなんかで、ね、一回ライブやりましたね。あれでも湘南台からね、結構あの、うん、僕あのほら司作の後が僕入ってたりするんで、そうですね、だいたいね、はい、あなた2ステージそう一緒になって2ステージ助けてもらって絶対やんなきゃいけないサポートもう毎年のお約束になってるんで。結局最後までだよね。そうですね、あの時間からね。だいたいその湘南大レジョンの時っていうのは司がだいたい最近は2件っていうか2回のステージなんですけど、その時に必ずかなおさんそう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 入れてくれるのよ。俺一人一人にしようだろうからってね、じゅんちゃんがラストなんでね。そうそうそう、じゅんちゃん今年誠さんも一緒だったもんね。そうそう、一緒だったかもね。あ、そこそこそこ、しゅんちゃんも来たんじゃないの今年は。そうそう、しゅんちゃん来てね、あの、まあ、楽しかったよね、あれもね。いや楽しいですよね、あれは ね、やっぱりすごい、やっぱりそういう、うん、あの R&B とかブルースの人たちがねいるんだね。たくさんいますよね。すごいと思ったよね。ロングディスタンスここあるよ、なんか、うん、コード3コードティーナー探してみる。出てきたよ、なんか行こうか。あ、これ違うかな。ちょっと違うんじゃないの。え、最初のコード G になってますよ。いや、これで、歌頭が G。 ごめんなこと言いながらよくやるよね。D が D ね。Yeah.
はい、博多のミキさんのリクエストにお答えしました。ロングディスタンス、無理やりやりました。無理やりすぎる。無理やりすぎますね。はい、そうですか。すいません。これさ、ちょっといいですか。はい、いいですよ。ライブ情報。ライブ情報、ね、いきましょうか。15日スモーキー、先ほど言いました。で、22日横須賀。これ、ね、カナオさんの。あ、そうですか。横須賀楽屋。はい、6時半からスタートです。横須賀楽屋っていうのは初めてね、ね、初めてのお店です。伺いますけどもですね、はい、楽しみにしております。26日赤坂フラットンガンティーナ。これちょっと待って、これ横須賀楽屋は22日ですね。そうです、はい、22日。これはね、地元の横須賀の、内田さんとかね、稲葉直樹君とかもね、一緒に、やらせていただき、ジョイントをやらせていただきました、はい、横浜楽屋、これ、はい、6時半からスタートですね。早いですね。よろしくお願いいたします。で、26日が赤坂フラットンカンティーナ、これはバンドで、うん、そうですね、ごぼう鈴木さん、ドラムですね、はい、赤井浩二郎さん、ベースですね、はい、渡辺武さん、あ、これギターですね、コーラス松下、はい、松下で、この日はね、いつですか、26日赤坂フラットンカンティーナ、はい、7時半で、この時は、うん、番組に来ていただいたインフィニットアレイズの、はい、インプリントアレイズ、ね、3人アコースティックバージョンで、アコースティックバージョンで来ていただけますね。そうですね、はい、一緒にやりますので、ぜひ皆さん来てください ね、 ぜひね、お越しいただきたいと思います。赤坂プラットンカンティーナ、これ26日です、ね、26日、はい、で今度塚作さん、さっき言った16日と28日が南林館、そうですね、ハイダウェイさんですね。あ、これも、はい、これも投げ銭で、これはチャージ制ですね、はい、8時から。8時からです。はい。あ、ハイダウェイは、つかさくだけでやる。そう、2人ですね。じゃあ、16と28。そうです、16、28ですね。はい。あとはいろいろ、個人でやってるんでしょ、つかさく。あとどういうの、桜田さん、一人ではやってない。一人ではやってないですけど、あとは、うん、さっき言った、孝太郎っていう、つかさんの弟子で、まあ、ローラーコースターのハーモニカなんですけど、今。うん、彼と年に1回か2回ですかね。ほうほうほう。1月頃に大サマーホールでビールの、地ビールの、うん、いつも何、フェスティバルみたいなのやるんですけど、そこはもう今年、もう今、現時点で出演が決まってて、その時は孝太郎と2人でやるんですけど、それ毎年やってるんですよ、そこは。もう何年も。もう今度7回目かな。横浜オーサンバーシュゴールで1月に、うん、ビールのなんていうの、日本全国から地ビールのお店が集まって、うん、オーサンバーシュゴールの中が、うん、ビールだらけになるっていうね、すごくいいですよ、あれ1月なんだね、1月なんだよ、寒いのにビールなんだね、あ、そう、そんなの、それはだから毎年孝太郎ってやってるんですけど、孝太郎今長野に行っちゃったんで、うん、なかなかまあそういう時でもないと、それは1月、来年の1月25日もう決まってるんですけど、うんうん、あとはだから、そうですね、今やっぱちょっと今怪我しちゃったんで、うん、なかなか今活動止まってるんですけど、うん、あともう一つぐらい、一つ二つはやります、やる、今予定まで決まってないですけど、それが女性ハーモニカとの人と、マッキーっていう女性のハーモニカがいるんですけど、ほうほう、去年はちょっとやったんですけど、今年も一応やりませんかって話は来たんだけど、ちょっと折れた直後だったんで、うん、ああそうちょっと無理だなっていうんで、まあ、またその話でしょうね、そうですね、そんなね、焦らずにね、ここでリハビリで弾いてもらって、なんか来ていただいて、そうそう、ラジオにもね、また、ね、また今度28日ね、そうです、今度28日ね、よろしくお願いします。やりましょうよ、いろいろね、日の当たる坂道やります、最後に、はい、どこまで行けるか分かりませんけど、もちろん最後まで行ける、はい、はい、
はい、ということで日の当たる坂道加納芳郎でお届けしました。いかがでしたでしょうか、楽しい1時間あっという間でしたけどもね、今日はあの桜田武史さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっといろいろ深くね、あの話入り込んじゃいました、すみませんね怪我の話になっちゃったけどでもやっぱりみんな元気でね、こうやってね、あの元気になることすごくいいと思います。松下と清水さん、ありがとうございました。ました、来週のゲストはですね、ちょっと謎の、ユニットですね、BB 初登場ということで、はい、BB ですね、お楽しみいただきたいと思います、ということで、楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。お相手は金谷翔です。 See you next time。優しい「あの人は今はない」「人の心が好きさ」「無口の山に見る」季節は巡り色を変える街 Riverside my hometown 今また生まれ変わるさ祝う祭りがある懐かしき友がいる忘れかけ